ああうん、音でかくね俺自分の配信見直してて思ったんだけどさ俺の音でかくね配信の俺の声何よりどうもこんにちは大丈夫だよね限定アルストロメリアではないし限定ひななでもありません なんならチョコちゃんでもないです大丈夫大丈夫ブリブリおいっすー何時から ?8 時からなんかあの面白いトークが始まる声優さんたちのえー、っと部屋が寒いよいしょあと7分で始まります よろしくお願いします。誠引けました。おめでとうございます。今日すげえね、くしゃみ出るんだけど、なんで今日すげえくしゃみ出ます。よろしくお願いします。えー、っと、プロパチ。あ、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 エアコンからカビ出てる。でもお薬切れたのかな 今日バカみたいに暑かった。本当よかったね。俺一、一回も外出てねえから。さっきまで寝てたわ。なんなら。オツです。ちゃんと外出てた皆さん、オツです。僕はさっきまで寝てました。ウォッカピックアップ。マジで言ってんのウォッカピックアップ来たの。えー、生配信で声優呼んでおいて、新ガシャ出ないってあり得るのいや、でも結構シャニマスの、なんだろう。 ガシャ更新でその、せその声優のキャラじゃないことって、ガシャ行でが生放送で、じゃあ次のガシャですって言って、割とその、何あれじゃないことも結構なかった今まで。あんま見てねえから知らねえけど。なんかちまちまあったような気がするよ。今日ほら、めっちゃ鼻詰まってない俺。キャラはゴールドシチ、サポートは西野とウオッカ。えー、ウオッカ。必要かな今のまあ、俺の。なんだっけ。 育成において動くかは必要なんだけどあれがねえよジュエルが課金する競馬当たったしゴールドシティくんのマジで欲しい <laughs> 普通に欲しいゴールドシティくしゃみじゃねえ鼻噛むから一回ミュートするね 暑いね、暑いね。暑いね。ゴールドシティいいな。欲しいわ。めっちゃで。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 多分大丈夫でしょ <laughs> で、今日。 これの見る配信をするか迷ったけどまあ一応見とくかっていうことで生放送同時視聴しましょう皆さんみんなも見てねアイドルマスターシャイニーカラス生配信サマーキャンペーン直前アルストロメレーの夏祭りスペシャル <laughs> なんか俺割と反応できないんだよねミカネの歌マスって何ミカネの歌マス聞いた 何それこの前あった共感性周知はなかなかいやあなんかだから俺一人で見るときは別にいいんだけどなんかこうやってみんなで見るとなんか共感性周知的な出ない声優さんのキャッキャウフフ映像って一人で見るときは全然いいんだけど何も思わないんだけどああかわいいなぐらいに思うんだけどみんなで見てさ例えばこうやって反応しなきゃいけないじゃん俺このみんなで見てる場合 何も言えなくなって、あ苦笑いしかできなくなるみたいな、ない。スタマスの映像、マジでへえこどうも。みんなで見てるとある。そう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 。みんなで見てるとない。逆に一人だからきついから話は習ったんですから、本当逆派か。なんか一人だとなんかあんまり、特に意識しないで見れるんだけどさ。みんなで見るとなんかこう。 戦友さんのなんかあー面白いねーとか言わなきゃいけないじゃん。家具を一人で見るか友人に進めるかみたいなもん。そう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 。それそれ。俺みんな進めたくないでしょ、だって。アンダーグラウンドの存在でしょ。こいつは人に進めちゃいけない。達さないとな、それを。まあ一応、見ていきましょうか。今日も。 今日は久しぶり。久しぶりじゃないこういう声優さん生放送みんなで見るの。今日はさすがにね、見ざるを得なかった。見ざる言わざる聞かざるにならざるを得なかった。あの三るに伝説のならざるまで追加ということで。恐ろしいですね。現実逃避は良くないいや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 。違いますから。安心してください。 何ウマ娘レジェンドレースを毎月期間限定の開催が不定期の期間限定になったんだえー、これ歌ますだからありがとうあのー、終わった頃にもう一回行ってくれ後で枠取った時にもう一回行ってくれ絶対忘れっから <laughs> 絶対忘れるから頼む おは今日は大丈夫だと思いたい俺は本当に頼むぜまあでも今一応4万ジュエルぐらいはあるから、まあまあ、まあ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 4万ジュエルぐらいは それで出る子だったらいいよ。別に来てくれても。4万ジュエル来てくれる子だったらそれでもいい。レジェンドレースは配るピース多すぎて嬉しかったね。余裕だよな。ずいぶんたまったでしょ。あれ俺、マイヒータっていつだったっけあれか。天井か。地域天井か。 あ、違う、その後引いた引いたよね。地域天井が最後だよね。で、右上が弾けなくて泣いたんだ。泣いた覚えがある。ジュエルが。鉱山もね、なんかこの間、あの、ジュリちゃんが来てくれた。なんか無料10連チケットで。<laughs> 無情。あと、この間のなんだっけ ?PSR の、キリコちゃんイベントの。があるから、一応9000プラス。 5万ジュエルぐらいはまあ、泣きにしもあらずって感じかな。昨日、のりことエリチのサイン当たった。いいな俺、でもサインとか当たったら、どうしていいか分かんなくなりそう。そういう大切なものって。飾るしかないんだろうけど。アイマスのサイン色紙とかって当たってる人いるのこの世に。あれ、いないよね、多分ね。 リツイートキャンペーン生放送のたびにやってるリツイートキャンペーン当たってる人いないよねいたら俺も当たってるはずだもんなすげえ服着てる <laughs> 動物基礎展開の戦国先生のサイン持ってる <laughs> それどうしてんのそのサインどうすんの <laughs> 始まったぞって、あれすやないけ、そうだよ。実家の問題、突っ込んでやる <laughs>。飾ってやれよ。黒木のなかさん、なに、あの。オーラみたいな、アーマー。<laughs> かっこよくない。 天下ちゃんの声優さん。なんだっけあれみたいな服着てる。チャイナ。中華。なんて言うんだっけシャニの放送やれたらコメント量の差で。<laughs> こんだけコメント量があるさ、個人配信って相当ないぞ、多分有名配信者じゃない限りは。これぐらいあるまでじゃあ頑張るか。二次会するべ、二次会。呼ぶべ。 なんかさ、確かニコ生のさ、公式ニコ生の後になんか二次会作成みたいな、あるよね。機能が確か。<laughs> この公式にあるか知らないけど。シャニマス公式に。あれ誰も使ってないだろう。でもあれな結構その、なんていうの、あれにはいいと思うけどな、売名には。 なんか俺、この間、ニコ生で、なんか、シャニーのマッドかなんか見せたら、高山が、なんか、ムキムキの高山が、なんか、よくわかんない人に、あの、乳首の匂い嗅がれてる動画見たよ。あれ、なんなの <laughs> みんな知ってるなんか、ムキムキの高山が乳首の匂い嗅がれる動画。 俺も知らんマッドでムキムキ高山って公式なの多分公式なんじゃないフリル描く練習になりそうこの服 みんなアンカーボルトソング言うてるぞ。やばい。にわかがばれる。タイミング見失ってるだけだって。 タマーキャンペーンで無料充電してくんねえかな週5で無料充電やってほしい 覚えてねえよ。ライブ <laughs>。早く見してくれ。カメラつけて、俺の。いいよ。<laughs> 俺もあの。あのちっちゃい。マイク欲しいな。 カメラカメラクソ汚ねえんだけど部屋が <laughs> やばい俺の部屋のクソ汚いところが見え,見える配置なんだけどカメラがどうにかしないとえー、こうか よしつけましたよ背景背景は見せませんなんか小さくないお風呂入ってないから小さくしとくわ 拡大するいいよ昨の風呂入ってない入ってないよ入ってないからでも俺見てほら俺3日ぐらいひげ剃ってないけど 全然入ってない俺こっち見てるときがあれね配信見てるときね伸びるの遅いのいいでもなんか中途半端にあれだからな唇の皮が 見比べると顔の大きさにビビるこの横から見たときのこのラインがさあれがすごくない顎がない感じ肉がこのうまいことマイクのさ影でこうなんでこれついてんだマイクの影でこうやってうまいこと顎のラインあシャニマスナモ妄想つけて番組の感想ツイートしよう サインくれよ当てよシャニマス生放送ハッシュタグ <laughs> なんで感想を書いてって言われたもね難しいよな やった即興は大チャレンジだ <laughs> もっとでかくする <laughs> これぐらい。 夏限定かなあまた共感性種知的な。 なんか昔の高山を見るとさ、なんか髪型全然違くて笑うんだよな。すげえなんか前髪長くて、流してて、おもろい。こっちが似合ってる、高山。<laughs> また太った本当に 前川涼子さんの髪型めっちゃ可愛くないいのこと片目めだけにしてイルミナティにしてくれ。わかった。でかくしすぎても操作するのが大変だ。 <laughs> 俺の瞬きの量多いのバレんじゃん <laughs> 何放送だよこれ <laughs> 知らねええ <laughs> あれ背景モニターなの すごくない最近できた未来研スタジオあそうなんだ公式もそういうのでやるようになったんだままだきめっちゃ多いな <laughs> でしょ 俺超ドライアイだからただすげえまばたきしてると思う幸せな盆踊りだって。 盆踊りできるみんな昔なんか小学校の盆踊り大会みたいな出てた気がする俺背中見えてんじゃねえかよおい あのゴリラ顔見せたからもっとワイルドな感じがとったら意外とオタクっぽいんだなそうだよちょっとだけ共感性のやつ来たあれででもあれ絶妙な感じでしょ盆踊りでダンシングヒーロー踊ってたけど 大人になってそれうちの地域だけだったのに何ダンシングヒーローってあの画像ちょうどいいでしょなんかあの漏れてるちょっと漏れてるけど俺であることは分かるじゃん俺も参加して中和するか仕方ねえな

<痛>え <laughs> やっぱいましたやっぱいましたいてジョーカーやっちゃいけねーよー痛えよいてよこれでムチ打ちになるらしいからね人間って簡単に簡単に人間はムチ打ちになるらしいからよくないよ人はジョーカーのダンスですごいよプロ けいな。整体で紹介やって、首痛いました。すっげえ、すっげえ、す。うん。あ、首痛い。<laughs> やっぱり首痛い。いや、なんかさ、でもさ。顔させてたが、面白いよな。なんか、この間。エイペックスの。配信者見てて。すげえ面白いの、ね、よ。 その人が顔さらしながらやってていいなと思ってそういうの俺も今度からずっと顔さらしようかなと思ってそっちなんか分かりやすいよなでもさこうやって溶けてさあの <laughs> 溶けた時が嫌だよね俺 <laughs> たまにあるじゃんめちゃめちゃ溶けながら配信する時きああああ みたいな <laughs> そうなった <laughs>、そうなったときちょっと嫌なんだよな。確かに面白いけど、ここまで面白いけど、カーグチけど本当にでもそれ、普段やんないからでしょたぶ普段やんないからそう思うだけで、た常にこれがあったら慣れちゃうでしょ。のりこさん、髪、いいな。ふわふわで。 くるくるですやつやで長さが一番いい長さじゃない夏祭りにお化け屋敷ってある 人形ダンスの間ずっと、<laughs> もんうん度んやんなんよ。んうそうないよ。俺ん人形ダンうやうとき、二度とないよ。ライブでライブ見るときしかない。ライブでもあの曲やんないだろうしな。アンんィんうんうんううん ってない <laughs> 大丈夫お腹空いてきたの この配信終わったらご飯食べよ。ピザ食べよ。ピザまだ残ってるよ。あと一枚ぐらい残ってる。三枚買ったからね。 こういう配信を見てる時の顔を見られるのは一番嫌じゃない <laughs> 昨日ですね、2枚しようかってやばくない <laughs> 今朝も食ったしな。今朝。 どういう顔で見ていいか分からないのこういう時でも何をやってるかもよく分かってねえしな。なんなら。笑顔で。一緒にまずやってウォウォ言ってる顔も見たくない。<laughs> そうだね。 腰冷やしそうアップルウォッチつけてんじゃん俺もアップルウォッチにしようかなこれ 俺、小学校の頃にさ、お父さんに買ってもらった時計ずっと使ってんだけど。100年ぐらい前に、小学生の頃、お父さんに買ってもらったクソかっこいい時計使ってんだけど。<laughs> 俺もアップローチした方がいいかもしれない。もしかしたら。時計止まってっけど。いくらのやつわかんねえ。 たぶん確かね、1万円ぐらいあった気がするよ。覚えてないけど。ベルトはデロデロになった。革のベルトあったからデロデロになって。買ったけど、買えたけど。いまだにそれ使ってるってやばくない何年前だろほんとに20年ぐらい前。 青って何ベトナムの民族衣装へえー、そうなんだこれ生産って私服なのかき氷アーマー、まあ、さんやろ こ,こうだよな回すとしたらしかも大体電動だよなでもかき氷のさ屋台であの俺タレかけ放題みたいなのでデロデロにしてるしてたわよく。 かき氷の値段なんてほぼシロップとケース代あーかき氷のシロップって色違うだけで全部味同じらしいへーえでカルピスとかあったぜ俺 練乳食いてえな練乳あ腰痛いこのフォーム腰痛いシャニマス生放送で俺ツイートしないと感想をつぶやくだけ感想をつぶやくだけえーツンデレかき氷3点よしツイートしとこ いちごかレモンとかフルハー一緒同じなのへえメロンとかもだか色が違う匂いは違うんじゃないのなんか香料で人間は騙されるみたいな味は同じでも香料で騙されるみたいな話を聞いたけどどうなんだろう あ、みんな見てよ。これできた。ジューシーカラーボールホルダー。完成した。ほのけスタイルいいね。足長いね。細いしすっごい。できました。ちょっとね、この、普段俺がね、あれで使ってた、あれ俺が試作に使ってた、 カラー,シーからボールがこの膜がないやつ使ってたからちょうどよくはまってたんだけどこの膜が膜があるやつをつけたら結構ねガチガチになっちゃったすげえガチガチになっちゃった割と硬いもうちょっとでかいやつ作んないといけない一応いい感じにはできたかっこいいでしょ 3D プリンターで作ったやつ作り直さと。まと、あ、試作品だねこれもあの川口生放送のハッシュタグつけてツイートしていただければえー、抽選で1名様にプレゼントサイン入りで俺のあそうシャニマスのさ サントラ、もう出てるんだよね。<laughs> 送料着払いでしょ。あの、なんなら代引きだよ。なんなら代引き。2万6000円。9万円でいいか。天井できるし。あ、6万円か。いらないけど。かがくし、生放それツイートした時点でもう、あの、1人しかいなかったら君確定だからね。終わりだよ。ちょっと待って。 腰痛いから腰ベルトするわ高山前腕割とごつい <laughs> 名残もう筋トレしないのかな高山 俺ももう今度から配信中ずっと、あれしようかな、やっぱり。前みたいに、配信してる最中ずっと、動いてようかな。あの、あれで。チャリで。腕太いよね、高山めっちゃ。マジックテープ緩めた状態で引き締めて、そっからマジックテープでキュッと締める知ってる。あ、グルフィスアップデートだって。来た。 ちゃんとやってるはずわかんないけどこれお肉が乗るんだよねここやめてほしいで高山さ体の骨格こう前から見たときにさこう肩がさこう降りてんじゃない多分このあたりの筋肉がさ多分まだあるよね高山多分ここのなんつうんだっけ僧帽筋 衣装交換チケットって何ユニットの枠を超えたアイドルの姿を収録えー、じゃあグレ3ぐらいはきずっと維持したいなみんなってどれぐらいグレ維持できんの <coughs> グレ3ぐらいは必要そうだよねいや何このクソ可愛い衣装 ふくすご何このふざけんなよクソ可愛くね部屋着部屋着のことかっこよく言い過ぎでしょ俺もこれプライベートドレスダウンなんだけどどう俺の俺のプライベートドレスダウンユニクロの トルちゃんのいいなパーカー。俺も欲しいトオルちゃんのパーカー。あ、でも似たようなパーカー持ってる俺。ここにゴリラが <laughs>。ここにゴリラが出てるパーカー。俺の私服。それ私服で普通に着てんのお前だけだよって言われたことがある。トラとゴリラはまとめてないぞ。同じ生き物だろ。差別するな。 まあとりあえずアルストとかひなのとか来るまでは頼るしかないよね衣装は機嫌なしいいねお色尺個性入るかもうなくないアップデートすることえクソ便利じゃん パッシブスキルが削除可能に習得したパッシブスキルが削除可能に高山のプライベートなんとかダウン欲しいよな上ラで寝るのかな7パ弱めのパッシブだったんだ知らなかった普通に強いと思ってた俺 ポイントは戻ってこないのかなあの、ちょん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 っていっぱい無駄に発動して、あの、発動するべきスキルが出なくなるってだけか。多分革命なんだ。出た、フェス。新新しいやつ。あ、お尻かゆい。お尻がかゆいよ。 何それ全然わかんないもうおじさんだから新しいのできないよ <laughs> そういうことなるほどね 背景のマークめっちゃかっこよくない何あれ必殺技みたいなこういうの文字だけで出されても分かんないよなミュートにするね鼻かむから。 よし俺はシャニマスを雰囲気でやってるってごめんあんだけど川口言った <laughs> バレたがんか雰囲気でやってるわやってるほど濃いの分かんないよね体力 めっちゃ鼻水出るのうん鼻水出るってか鼻詰まってるが正しいかなイケメン発見で <laughs> よかった発見してもらえてずっと発見されないで終わってしまうところだったけど もう骨格がさかっこよくないんだよねもう、なぶくれの極みみていな骨格してるから絵描くときもよくあるけどさその頭がちっちゃいほうが絵ってかわいくない,可愛い,っていうかわいいてかいい絵描けないからこう。 上からシュッてなってるの方がやっぱかっこいいしかわいいんで下ぶくれの絵は、まあ、好きな人は好きかもしれないけど万人受けはしない万人受け何言ってるか全然分かんないな筋トレする

ゆっくりやったら負荷が俺も高山と同じ髪型にしようかな写真見せて。 ガタいいなユースケが喋ってるから黙っててガチ勢がいいユースケガチ勢が個人的には無酸素運動するときはスポーツスポーツスポーツそういうあれがあるんだ考え方がアイドルピース何あるじゃん プリコネじゃんえっ葉月さん使わなくていいんだすごいアイドルピース交換チケット ややこしいなあ結構きつくなってきた <laughs> 2 5キロでも結構きつくなってきたぞこの作業めちゃめちゃプリコネになってんじゃんコメントで「ウマ娘」って言われた,あたりプリコネ誰もやってんのかもしれないもしかしたら いや結構きついよこれ今この辺り来てるめっちゃみんなうまいまいいってるプリコネだろそれは あ一1周目だけなのカード固定か。結構大変だな。まああれみたいなもんか、ほんとに。プリコネの夏と水,着水サレンと普通のサレンみたいな感じか。 一周目なんだまだなるほどね一周目なんてで,でもほぼほぼあれだよな貫突してるよなえすげえここき,きてるよ三角筋の全前,前方と二頭筋俺初期まだいまだ二頭筋なんだか まあ、なんだかだ PSSR はそうか。俺もそれぐらいかな。まあ新、本当に新規の人取り組む用の、あれだろうな。うわはっはは <laughs> 来た八 !8 月上旬か。それまでにグラッドやんねえと。 グラッドやんねえと8月までに <laughs> さっさとやれ <laughs> すいません毎回筋トレしながらさあのシャニーのメ見る枠一日一回やるか インフォメーションレター頼むぞイベントあと2時間きつくね2時間筋トレすんのもうすでに俺これ2 5キロこうやってずっと上げ続けてるだけでもうめちゃめちゃきついんだけどかわいいでも多分ね俺のエアガンが2 5キロぐらいだからこれぐらいをもうずっと持ってる練習はしなきゃいけない だったらエアガンでやるっていかもしれないけどこの真耳クソ可愛いよなエアガンでやるまあエアガンの方がもうちょん重いから多分4キロぐらい真耳超可愛いよなーあーやばい左腕の二頭筋がやばい左腕の二頭筋が うなりを上げてる。あ,あ、きつくなってきた。<laughs> でも俺は、限界を。低負荷高回数だとあんまり体を効かない。そうなのじゃあ、高負荷低回数がいいの。え、こんな可愛いのトールちゃんのフェスアイドル初めて見た。クソ可愛くないじゃあやめよう。高負荷低回数にしよう。あ、痛い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 。 腰の時見てる嘘見てた俺見てないでしょ体でかくしたいからなじゃあ低負荷こう高,高負荷低回数にがいいのあもう、もう痛いわもう痛い 10回いけないぐらいがいいみたい。なるほど。でも俺10キロまでしかないよ。あれが。なんだっけ。これが。10キロまでしかない。あ、まあでも、10キロが2個いけるから、20キロまではいけるのか。10キロのダンベルが2個あって、可変式だから、一応頑張れば20キロまでいけるのか。 来るぞいやすごいほんとに10年やってくれんのもう無料10年知ってくれすぎでしょ大丈夫なの半年1年のうちの半分ぐらい無料10年やってないマジででも出ないこの間俺無料10年1枚も出なかったからな1枚ぐらいが出たか最近無料10年の調子悪いんだよね俺あっち えじゃあこれメンテの挟むってことを考えたら2回できんじゃんの違う明日もしかしたら2回危険けんじゃない 時計部がすごいのはずきさんのないや何これ窓かクソエロじゃんやばかわいいやば何これ バレた俺が撮ったの超かわいいあ出たアジェンダゴミ拾う今自白したねまあさすがにねあれの方がいいらしいからな自,自,自白の方が自主の方がまだ 罪は軽くなるらしいからばれたら仕方ないもうこうやって公にあやだやだ怖いこの声見みてねえだろ <laughs> やめてくれ見ないでいいよなんなら エンターテイナーだな高山は夏あひ日和ちゃんだセーフ <laughs> セーフ可愛いいめっちゃうわ冷や,さ冷やしてんね足のあの水飲んでいいかなあの水 サポはやだあの水飲んでいいかな超かわいいポニテ。ポニテ日よりクソかわいい。あ、甘菜って書いてある待って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 サポに甘菜って書いてある待ってサポに甘菜って書いてある待って待って,って,いてよくないよくないよなんでなんで <laughs> いや、言うて俺、そんな限定だからっつってさ。うわっ かわい,いバイオリンなんだ青いバイオリン <laughs> 言うてサポートは弾かないよなめんなあんまりあんまりなめないでくれよ高山俺のことめっちゃ綺麗可かわいいひよりちゃん なんだこれ <laughs> かわいい <laughs> なんだこれ <laughs> かわいい <laughs> あはなちゃんなにこれ <laughs> なにこれ <laughs> えどういうことやだ絶対次ひなな来るそしたら限定のテンカちゃんどこにいんの あ、上にいた。<laughs> 気づかなかった。ダメだよ。絶対にダメ。どうするみんなどうするまあ、いっか。引くか <laughs> いや。引かなかったら、だって、ここで、まあ、あ でも、ウジョう出なかったからな、この間、天井やって。天井してサポート出ないこと、初めて経験したからな、俺。でも、天井、ウジョう出なかったから、その分、アマナちゃんは出てくれんじゃないのでもな、プロデュース SSR のが大切だよなあ。あくまでサポートはな、茶番多いからな。そう思わない、皆さん。 ユニットをしてるってことはサポート引くと全員だと同いだぞ <laughs>、はあ。はぁ。でももうウジョン引けてないから俺の口る。どうか <laughs> シリアスな忍者バトル。茶番だろ。<laughs> まあまあまあ、様子見な。<laughs> 様子見。 様子見で。とりあえず。たぶん、地域のお色気シマジで奥に悪い、悪そうなって言ったやつ。悪い。もうダメだ。言えない。喋れない。コメントも読めない。俺はもう、とげてる。ダメだ。完全に終わった。忍者アマナ書こ今から。最速忍者アマナ書くぞ、みんな。 引,けの引くから俺天田担当必修科目書くから書くよ伏せた時頭透過しておくの奥の時計見えた <laughs> 見えた奥の時計うわっえ新しい水着じゃん ダメだよ <laughs> それはダメだ <laughs> それ俺罠にはまって引いちゃうからこれ課金しちゃうからやだなんでこれ優勝なんだよこれこれ引いちゃうんだよ俺これまんまと俺引いちゃうからダメなんだ何これ優勝順位100円で引けるの排出率2倍 2倍っつっても出ねえじゃんコスチューム合社マジ去年絶望したからな28.3にやってよ2倍じゃなくてもうやだ許されねえよ許されないよ 終わった俺は金が足りない競馬で一攫千金するしかねえ <laughs> 来週のなんたらなんたらになんだっけなんとかスタートダッシュみたいなやつ名前でやるしかねえ <laughs> あ チたうわボンボンデイかひななか迷う <laughs> あ<ー>は <laughs> ラブログかボンボンデイか迷うどうしようみんなどうしようあでも無料10連あるからそれ様子見か <laughs> 無料10連でもしかしたら当たるかもしれないもんな モンかわンンいいの絶対かわいいよ,聞こうよジャケットクソかわいくないえあっ気がしてくれてる。 くそ可愛くねえかなんだ鳥肌立ったわクソ可愛すぎてやばクソ可愛いんですけど最高幸せです幸せと なんか別に天まちゃんが来てくれることも幸せだけどぐちゃぐちゃ感情が <laughs> 感情がぐちゃぐちゃですどうするみんなどうする100個しかくれなかったっけ生配信283個くれよ お知らせ速報。えデビ太郎がなんだ喋れんのかデビ太郎ってマイクあるけど喋んねえのかい大切なお知らせを持ってきました何何 急に。10月23日。え、今年の10月23日。十四日。オンラインイベント翼フェスええー、ライブだってやった <laughs> 超最近じゃん、10月って。マジであれの、デビタロのテーマ。マジか うわ、またレイレイ出ね,出ねえじゃん。<laughs> なんでレイレイ出ないの。すげえ忙しいじゃん。ミュージックドン的な、あれか。やった。楽しみ。超嬉しい。小型いなかった ?10 月って偉いといいなと思ったら、もう7月ま超近いよ。10月なんて。 やったー超嬉しい。これで生きる理由がまた一つ生まれたな。ハッピービュッフェ。あ、またチョコちゃんがいない。もう、もうチョコちゃんと。 感謝祭的な立ち位置。ああ。え、でも有料だぜ。何プレミアムチケットって。クソたげんだけど <laughs>。何プレミアムチケットって。何プレミアム対決って。クソたげんだけど。一日2500円も違う。何が違うの 何が違うんだよ、プレミアム対決とは。う <laughs> わ、かわいい。翼フェス。あの変なジャ,ジャケットみたいなのは何かしらなのかなああ、やっぱあるんだ、ジャケットが。ええー。 全部買うじゃん シャニラジ全然見てねア遊びスタープレミアム入ったのにもう全然声優さんが揃えなくなっちゃったな主にレイレイとチョコちゃんの人 一日一回無料ジュルやんじゃんポップマスおまけをぞ見るみんなプレミアム会員が全然いないわコメントしてくれてる人にいっか見なくて <laughs> ここでお別れみたいだなのプラレーとかメリットないしないやマジかライブやんの嬉しいねライブっていうかまあイベントオンラインイベントでもちゃんとオンラインイベントなの偉いね10月、まあ、何があるか分かんないしな オリンピックでもっと増えるかもしれないしコロナが <laughs> なんでデビタル出てきたんだね 母アニバサリが10月くらいなのああまあ母アニバサリ記念みたいなもんなのかまた無料10連あの動画みんなリツイートしてくれ無料10連あるためにあの動画リツイートしてくれみんな 基本は変わってないからな合います終わりましたゴールイーングーゾ大使 <laughs> あ海外から。 見ててくれてる方もいますお腹すいたからピザ食べよっかそしたらねピザ食べて忍者アマナを描くかファルコ育成するかどっちがいいですか皆さんうおっかいんのかジュエルねえよーこないだよくわかんない使い方したわジュエルこないだジュエルよくわかんない使い方したせいでうおっか 弾けねえよ終わったからこれ見ろ待て待て落ち着け消去法であんまな書いてくれまだプレミアム会員限定放送があるだろうがプレミアムじゃねえやつが急かすなあプレミアムだやつ <laughs> くそ終わったからこれ見ろって言ってる人プレミアムだった <laughs> 終わってねえじゃねえかじゃあ君の君はまだ 君はまだ終わってねえじゃねえか。見ろ、プレミアム会員限定放送。何終わったつもりでいいんだよ。何のためにプレミアムなんだ。アイマスのためだろ。ちなみにこの負け、ツるシ見れる、嘘プレミアム会員限定じゃないの えめちゃめちゃいい話しそうじゃんしかもプレミおまけ放送で見れてるそうなんだやめたんだプレミアム会員限定ほどじゃあプレミアム会員ってある必要ねえじゃんプレミアムだけどずっと詰めてみてた また意味わかんで語位出してきたのかなアルストのメリアマージナルマンとかおまけ放送さんにこだだけ ?YouTube でもやってんの多幸感っていう語位すごくない 俺出ないわ絶対幸せですって言うしかない俺も今度から幸せの時多幸感に包まれるって言うわ多幸感とか使わないよね俺も多幸感って言うわ今度からいやー多幸感だわオタク結構使うイメージあっなんだこのダンスやってたななんかの時 俺踊ったもんだってそのダンス。あれの時。なんだっけマージナルマンの時。ダブルエフェクトか。社交神ならいつもあおられてる。<laughs> そうだね。よったよなこういうダンス。ダブルエフェクトの時も。行くかパチンコ行こうかな社交感あおられに。社交感あおられた挙句多幸感に包まれるためにパチンコ行く アルストビーなら幸福論誕生っていいえ。怖言論統制。 おまけが一番いい話してるね。あんな茶番、何の意味があったか分かんない茶番ヘリ、これを本編でやってほしいよな。むしろおまけでああいう茶番やってくれよ。声優さんのことが好きな人が、だけが見ても楽しいみたいな。本編で <laughs>、アイマスの話して。茶番おまけやったらそれこそダメ。声優さんファンが見るだろう。 メインはアイマスの話でしょアイマス放送なんだからしかものりこさんのアイアップルウォッチでかい方じゃない 分かんないアプローチでもう今ちっちゃいのってないのかなかくしとしてて手が小さいだけだけど俺も別に手そんな大きくないからね。 アップローチの話をシカオでつなげるの。時間差ありすぎだろ <laughs>。もっとも。俺の頭の中ではつながってんだけどね。ちょうど1時間ぐらい前のアップローチの話が。完全に話するの下手なやつ。自分のことしか考えてない話し方。 人に聞かせるつもりがない考え方短っしかもね繋げたつもりもないんだけどね俺。バイバーイはい終わりましたね ありがとうございました。楽しかったですね。<laughs> じゃあ、終わったからこれ見ろって言ってる人もいるんで、見ましょうか。高山のツんデレが MVP だった。高山のつんてれがムキムキになってほしいよな。何したら遊ぶまあ、マ娘か。とりあえずマ娘三育さんは、しないといけないんで。

違法視聴じゃないの俺。韓国限定公開、何それ見れてんじゃん、日本でも。どういうことはんちゃんはんたそのなんかいゃう。が、キャじゃった。ぐぞ大ずるくないなんで日本では公開してくれないのえ、じゃあ、韓国限定公開を俺がこれミラーして YouTube で上げることになったら俺怒られるじゃん。やだよ、そんなの。いや、みんな同時再生して。 怒られるから、YouTube に。何それどういう理屈どういう理屈なのなんでカレーやらチーズバーガー。<笑><笑>あ、この人のね、動画面白いんだよ。玄と文庫食堂さんの動画。面白いんだよ、なんかあの、コーラを再現してみたとか。こんばんは、川口とも。 多分それでじゃないケンタッキー作る。そうそうそう。ケンタッキー作ったり、オロナミン C 再現してみた。ケンタッキー再現してみたとか、コーラ再現してみた。オロナミン C 再現してみたみたいな人の動画。だからじゃない俺がこいだ見たからだそれ。多分 <laughs> オロナミン C 再現してみた、この間見たからだと思う。多分そんなおかげで、罠にはめられた。 えー、なんでこれ、限定公開なのこっちで、日本で見れないのこれ、韓国版のチャンネルでってことえー、えー、うわ、びっくりした。まあ、いっか。許してくれるでしょ。はっ <noise> なんでおまくりなのうわすげえあっちのけんちゃんちゃんちゃちゃんた。なるほどね。これはあの作成画面ですって書いてあった。えー、んちゃんちゃんわすげえ。ゃんちゃんんちゃんちゃん もうちょいちょいもうちょいへえー、韓国バカにしすぎて状態だったそういうもんでしょバカにはしてないね酒屋だけ酒屋感残ってた結構韓国語と日本語って似てるらしいからね覚えやすいらしいよ韓国語って かわい,いねえこの袋見かねえかこうかなじゃあうわんだ微妙な三角関係うわんだあこの出る人の説明かえー、すげえいやこういうのいいよなやっぱり越境というかこの CS は自分で好きな子に好きな曲歌わされるのはでかい アイドルマスターって感じする本当のやっぱどの曲も歌えてこそアイドルマスターみたいなのがあるからねあ、ちょいちょいちょボックスパッチャージボックス韓国でも展開してるんだすごいなえ、この衣装もあれなの あ、この三カネ描きたいな。いいな。かわいいな。ボーン謎の音。この韓国がグチは言ってるわけじゃない。そうだよ。あの、これのあれだよ。あの、ナレーションだよ。入ってるやつ。だって。書いてもオリジナル衣装って思われそう。 どんだけみんな知らん興味ねえんだよ。スタマスに <laughs>。めっちゃ川口に聞こえるね。すごいもんだね。不思議だね。まあ、とりあえず、ご飯食べるか。あ、アルソン神経聞くか。そうだな。この衣装は本当に韓国限定かもしれん。マジで言ってんの。そんなことある マジナルマンマジナルマンマジ,マジマジマジナルあでもそういえば最近韓国の絵師がめっちゃ多いなそういえばアイマスの絵もそういうことかはやってんのか日和だったね 日和だったね <laughs> 心臓止まった <laughs> どうしたん話聞いてくれよどうしたんって言ったら聞くかじゃあクソ愛い。 u 4ーユ u って人知ってるな忍者とジャケードっちかくどっちもでしょ超かわいいこれ聞くわー絶対ハッピーシンセサイザアップあーこれ絶対聞くわ超好き曲調 あここめっちゃああ気持ちいい B メロめっちゃ良くない ?B メロめっちゃ気持ちいい B メロ超気持ちいい天下ちゃん B メロ これかわいい。これにしとこう。ああ。もう一回聞こうめっちゃ気持ちよくなかった。聞き心地がね。聞き心地めちゃめちゃ良かった。ああもう。 ってのがいいなバフをかけるって,だってバフってそんな常識的な言葉になったの今もう俺確か配信でバフって何って聞いた気がする昔なんかのゲームやってるときに そんな当たり前なのバフってプリコで聞いてたんだっけでいて怒ってた気がする俺ふざけんなよシャトバだっけプリコねそんなオタクでしか通用しないことを使わないでって俺怒ってた気がする。もうオタクしか聞かねいからいいか <laughs> スピアで切れるそう オタクしか使わないでしょバフなんてバフだか,だかスピアだかナーフだかナーフはいまだにイラッとする可愛かったでしょめっちゃビニメロオタクしか使ってねえよナーフだとかバフだとかあとなんかそういうのあるそういう専用文用語 一般だって俺聞いたことなかったもんそういうゲームやるまでちゃんと曲にフォーカスしてじゃ <laughs> もう一回最後にデバフって言葉が便利すぎて他でまあまあ便利なのはわかる一回デバフって使っちゃうと他の言葉使わないもんな代用品が思い浮かないのはわかるめっちゃいいこの曲マジで 一生聴いてられると思う俺これ多分てかアルスの曲全部一生聴いてられるな神だわでもなんか心なしか頭でかくない <laughs> なんかジャケットちょっと頭違和感感じるんだけど俺だけ 俺だけかもしれないそれはワイも思ったけど現物見るわよ何とも言えん服が背景と同じで目立たないあーそうなんだだからか顔だけ浮いちゃってんのか首が細すぎる顔が多分浮いちゃってるんだろうな背景と一緒同じ色になってる近いから ああもうまた天下ちゃんの B メロ聞き損ねた今もうまあいいか <laughs> でも最後にちょ天下ちゃんの B メロだけ最後にちゃんと聞きたいこの <laughs> このシステムだとあの飛ばせないから毎回1から聞かなきゃいけないでそれまでは雑談しようと思っても <laughs> それまで雑談しようと思ったらその雑談が盛り上がっちゃって 衣装めっちゃ可愛かったどうしようかなその天菜ちゃんとひななとチョコちゃんは欲しいけど運ゲーがすぎるからな衣装ガシャあれマジ金溶けるだけだからな俺がめちゃめちゃ金持ちになったらいいんだけど金持ちじゃないからな俺ここから,、ね、らめっちゃ可愛かったやめて絶対可愛いよあんな でもにちかちゃかも、髪型違って可愛かったよ。なんかね、くりくりしてるよね、髪型ね。し、静かに。まだか。まだやめろ。1万2000人にあった。ピザで消えたわ。今日も何、飯なも食ってない。あまもでだだだ めちゃめちゃ良くないこの B メロ。B メロ天才だわ、これ。神、超好き。俺、樋口4回弾いてたっけあれで。前回の水着で。飯なんも食ってないです、まだ。血じゃないよ。1万2 0でピザ食ったから。B メロ以外もかなりいで。1回目で聞いたから。B メロが良すぎたから。B メロが良すぎた。さすがに、まあ。あとは皆さん、ちゃんとおのおので聞いてください。 U4U ってなんか誰かおおもう U4U ばっかじゃん背景タイムカプセルもだしアイマスシャニマスが U4U に侵食されてるほらカラーデイズも U4U が編曲してるやばい包まれて寄り道3セットもやってんなああ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  やってるわ完全にやってるわこいつがこいつがもうシャニマスの柱になってるわやばいどうするみんなシャニマスの柱が生まれちまってるフリーしててももうやめてやれやれよかわいそうだろうわ花丸バッジも やめてやれよかわいそうだろすげえなよしじゃあ曲めっちゃ増えたねマジでそろそろライブでさあの新曲だけじゃなくてさあれも見たいよななんかワンダリングドリームチェイサーもだ こ見た気がするな U4U 誰がいいみたいな話そろそろライブで欲しいねあのもうぐちゃぐちゃ何が来るか分かんないしこれでし1曲目とかそれこそアルストロメリアとかハピリリとか来たらもう俺泣いちゃうよ多分泣いちゃう ジュンゴに頼むしかない。ジュンゴ忘れてるじゃん。だって多分。純五に頼んだら。ハ <laughs> ピリリとかな、今。ライブで聞いたら泣いちゃうよ、俺。ということで、じゃあ、一旦ご飯食べて、また夜に会いましょう。以上。おつき合いいただきありがとうございました。 お疲れ様でした。のし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 